ユキ、今日も来ないね。うん。菓子はちゃんと送られてくるし、たまにファミレスであったりはできてるけど、ナイトコードでの作業はもう、2週間やれてない。やっぱり、今もあの母親に見張られてるのかな？かもしれない。2週間か。あれからもう、そんなに経ったんだ。それで、ホテルの前で真冬のお母さんと別れた。そんな、音楽は真冬の人生に必要ないなんて。何なのそれ。そんなの、真冬の気持ちを完全に無視してるじゃない。前に通話で真冬との会話を聞いた時からどこか嫌な雰囲気は感じてたけど、奏の話を聞いて分かった。真冬のお母さんは真冬の気持ちを置いていってしまう人なんだ。ねえ奏、このことってやっぱり真冬には話さないの？あの母親がどういう考えなのか知ったら真冬も。それは私も考えた。でも話したとしても真冬は受け入れられないと思う。少なくとも今はまだ。え、前カイトが来た時のことなんだけど。相手はお前を。お前の思いを殺そうとしてるのに、情けをかける必要があるのか？殺す？違う。母さんは、私の思いを殺そうなんて。いい加減、目をそらすのはやめろ。本当は、分かってんだろ。お前はただ。違う。違う！お母さんは！多分真冬は、お母さんは自分を苦しめたりなんかしない。大事に思ってくれてるって、信じてる。そう信じたいって、どこかで思ってる。それは僕も感じる。多分真冬は無意識に信じようとしてるって。うん。だからもしお母さんの言ったことを真冬に話したとしても、真冬は受け入れられない可能性が高いし、もっと傷つけて追い詰めることになるかもしれない。確かにそれはそうだけど、でもそれじゃ一体どうしたら。悔しいけど今はまだはっきりした答えは見つかってない。でも苦しんでる真冬を助ける方法はきっとあると思う。だから、みんなで考えていこう。そうだね。真冬が苦しんでるのに、このまま何もしないで見てるだけなんて、気分悪いし。うん。真冬のために、僕たちができることを、考えていこう。あれからしばらく、みんなでいろいろ考えてきたけど。
ねえ、みんな。ちょっと世界で会わない？え？何急に。気分転換したいんだよね。ずっと椅子座ってると妙に肩凝っちゃってさ。それにほら、今のユキの状況とか、ミクたちにもまめに教えてあげたいし。確かにそうだね。それじゃあ、今日は世界で休憩しようか。やったー！それじゃ、5分後に、おやつ持って集合ね。やっほー！みんな元気？あ、みんな！もしかして、次の曲ができたの？ううん。今日はちょっと休憩に来ただけ。そうなんだ。やっぱり、真冬は来れない？うん。夜はほとんど動けないみたいで。そっか。でも、奏たちは、何か手を打とうとしてるんでしょ？あ、うん。いろいろやってはいるんだけど。いろいろって、どんなこと？例えば、真冬がちょっとでも息抜きできるようにって思って、外で会う回数を増やしてみたり。あと、真冬が学校から帰るとき、カフェとかファミレスで待ち合わせしたりしてさ。で、奏は最近曲を作るペース上げてるんだよね。うん。やっぱり真冬には、ニーゴで曲を作る時間が必要だと思うから。でも、かなでちゃん？やっぱり、根本的な解決にはなってないんだ。真冬は毎日じゃないけど作業できてるし、たまに会うと少しだけほっとした顔をしてくれるんだけど、今の真冬の状況自体をよくできてるわけじゃない。そうなんだ。本当は、真冬の母親に理解してもらえればいいんだけど。奏の話を聞く限り、厳しそうだよね。でもそうなっちゃうと、今できることなんて。あら、あるじゃない。え？きっと、あなたたちも考えたんじゃないかしら。結局、真冬にこの状況を壊させるしかないって。あ、真冬が、真冬のお母さんの本当の気持ちを理解すれば、ちゃんと反抗できるようになるんじゃないかしら。なら私たちが真冬に、お母さんの真意を伝えれば。それは、ルカの言う通り、私たちも考えた。でも、できない。あら、どうして？それは、真冬にとってすごく残酷で受け入れがたいことだから。残酷？ああ、そうね。真冬にお母さんが言っていたことをそのまま伝えたら、きっと、とても傷つくでしょうね。大事に思っている人に、本当の幸せを考えてもらえていないのだから。でも、状況を打ち破るためには、
痛みを伴うことも必要なんじゃないかしら。だとしてもその手段はできるだけ取りたくない。そう、あなたたちがそう考えるならそれでいいと思うな。でももうどうしようもないとなったら、いやでもその選択をするしかないと思うけれど。ルカの言うことは正しい。これまでの僕たちの行動は真冬の気持ちを少しは楽にできたかもしれないけど、状況を変えることまではできてない。もちろん他にも方法があるのかもしれない。でもそんないいアイディア簡単には出てこない。そうなるとやっぱりルカが言うような選択肢も考えないといけないのかもしれない。それにもたもたしてると真冬のお母さんが真冬と僕たちをもっと引き離そうとするかもしれないし、そうしたら真冬はもっと苦しむことになる。だけど奏の言う通り、今の真冬が事実を受け入れることは難しいと思う。一体どうすればいいんだろう。じゃあ作業戻るね。結局いい方法は思いつかなかったな。真冬？きっとこのメッセージもお母さんが見てない時に隠れて送ったんだろうな。家の中でもがんじがらめになるってどんな気持ちなんだろう。僕にとって家は逃げ場所だった。家ではありのままでいられたから。でも真冬は家でも外でも自分を出すことができなくて、唯一の息抜きだった僕たちとの時間も奪われてて、どこにも逃げ場所がない。もしそんな状況がずっと続いたら。そんなの嫌だ。なんとかできないのかな。少しでもいい真冬がありのままでいられる時間を増やしてあげたい。真冬が真冬らしくいられる時間を。僕の家族が僕にしてくれたみたいにできないかな。あの時お姉ちゃんやお母さんやお父さんは逃げ出した僕を受け入れてくれた。そのおかげで僕は家でだけは僕らしくいられたんだ。あ、そうだ。せめてちょっとの間だけでも一緒に作業できれば。ああ、でも夜はお母さんに見張られてるし、一緒に作業する時間は。あ、ケイ、エナナ、作業中悪いんだけど、ちょっと聞いてくれない？いいアイディア思いついたんだ。え、それってつまり、真冬の学校の昼休みにナイトコードをつないで作業するっ
ってこと？うん、そういうこと。話を聞いてる限り、真冬が見張られてるのは夜、家の中だけでしょ。だったら、学校にいる昼にやっちゃえばいいじゃんって思ったわけ。なるほど。確かにそれなら真冬も作業できるかも。でも、前に真冬、学校にいる間結構忙しいって言ってた気がする。学級委員の仕事とかもあるからって。確かに実際作業できる時間があるのかわからないけど。でも、真冬に話してみよう。一緒に作業できる時間が増えたら、真冬も少しは楽になると思うから。確かにそうだね。私もそれがいいと思う。ありがとう、二人とも。それじゃあ早速聞いてみるね。気休め程度にしかならないかもしれないけど、今はきっとその時間が大事なんだ。だからあ、帰ってきた。スマホ打ってるとか見つからないといいけど。ならこっちも急いで返信しなくちゃね。真冬からは、やっぱり難しいか。いや、まだ諦めちゃダメだ。真冬にちょっとでも安心できる場所にいてもらいたいから。何かいい方法は。あ、そうだ。予備校の課題のために自習室で勉強するって言って一人になるのはどう？それでスマホでナイトコードつなげて勉強してるふりしながら作業をするとか。え、でもそれだと自習室で勉強してる子たちにバレるんじゃない？うん、だから真冬は周りにバレないように僕たちの声を聞きながらメッセージで参加してほしい。なるほど、それなら気づかれない。それで真冬からは。うん、それで全然大丈夫だよ。まずは試してみよう。オッケー、おやすみ。よかった、一緒にやれそうで。うん、実際うまくやれるかは明日にならないとわからないけど。でも第一段階クリアって感じ。そうだね、提案してくれてありがとう。どういたしまして。明日寝過ごさないように昼にアラームかけておかなくちゃ。だね、エナナもやっておいた方がいいんじゃない？絶対寝坊するでしょう。しないってば。昼くらいだったら全然起きられるんだから。それじゃ明日はよろしくね、二人とも。
どうかしましたか？すみません。この後少し予定があって、放課後でもいいですか？すみません。ありがとうございます。月の言った通りにやれば準備できた。お、来た。ユキ、僕たちの声聞こえてる？よかった大成功だね。ユキの方は声出せないから大変だと思うけど、一緒に作業頑張ろう。ま、大丈夫でしょ。どうせユキはいつも少ししか喋らないし。喋りすぎってことはないでしょ。いいもの作るにはコミュニケーション取るべきだし。この感じ、久しぶりだな。じゃあ、作業を始めようか。Cメロの歌詞はまだブラッシュアップできそう。ユキ、ここの手を振り払ってはテーマに合うようにもう少し強い言葉にしてもらってもいいかな。いや、この前渡したやつ色直したいんだけどいい？また？見る人が見ればわかるの。まあまあまあ。あ、そうだユキ、サビの歌詞ってもう変わらないんだっけ？大事なとこだから大きくパンって出そうと思うんだけど。オッケー。それじゃあいい感じのフォント探そうっと。文字だけで声は聞こえないけど、でもなんとなく楽しそうだな。すごくいいな。イメージにぴったり。作業も順調に進んでるな。よし、この調子でもっと。あ、そっか。ユキ、久しぶりに一緒にやれてよかった。またユキのタイミングのいい時にやりたいな。やっぱり作ってる時にいろいろ言ってもらえた方がこっちとしてもやりやすいしね。けど、真冬が安心できる時間を作れたような気がする。これで真冬が少しでも楽になってくれたらいいな。
ましたね。やっと一人になれた。今日も疲れたけど、喋りすぎってことはないでしょ。いいもの作るにはコミュニケーション取るべきだし。この感じ久しぶりだな。じゃあ作業始めようか。ただいま、お母さん。お帰りなさい、真冬。今日は学校、どうだった？今日は何があったかな。あ、体育でソフトボールが始まったよ。あら、そうなのね。いいストレス解消になりそうだわ。うん。体を動かしたおかげかな。午後は集中して勉強できた気がする。そう、よかったわね。それならお腹も減ったでしょう。今日は早めにお夕飯の用意をするから着替えてらっしゃい。うん、じゃあ上に。あ、そういえば、どうしたの、お母さん。真冬の楽器なんだけれど、今日捨てておいたわ。真冬が音楽をやりたい気持ちはとてもわかるんだけれど、楽器が家にあるとどうしても気になってしまうでしょ。今は勉強に集中できる環境にした方がいいと思ったの。それに真冬ももう音楽はやめるって言っていたから早い方がいいと思って。そっか。大丈夫だよ。今は必要のないものだし。そうよね。真冬の気持ちも同じでよかったわ。あ、それから一つ謝らなくちゃいけないことがあるの。調べ物のためにパソコンを借りていたでしょ。今日も少しだけ借りていたんだけれど、飲み物をこぼしてしまって。電源がつかなくなってしまったからお昼に修理に出してきたの。本当にごめんなさい。学校で提出しなくちゃいけない課題は入ってなかったかしら。もしそうならお母さんから先生に。本当に？え？それって本当に？本当に？あ、何でもないよ。課題のデータは問題ないから。着替えてくる。めんどくさかった。このままじゃ留年するぞって脅されたから来たけど、正直今はそれどころじゃないんだよね。もうすぐお昼か。ナイトコードに繋がないとね。
やっほー、本日は上校の屋上よりお届けします。あ、アミヤ今日は登校してるんだ。うん、出席日数がって言われてさ。そういうわけで今日は作業っていうよりおしゃべりしに来たって感じかな。それでユキは？まだ。でももうちょっと待てば来るんじゃない？っていうかこのまま行くと私たち25時ナイトコードでじゃなくて12時半ナイトコードでになりそうっていうか。待たせてごめん。あ、ユキ！あれ、今日はボイチャー大丈夫なの？うん。人があまり来ないところに来たから。そっか。っていうか、ユキ、なんか、いつもより元気なくない？うん。もしかして、また何かあったの？真冬？シンセサイザーを捨てられて。え？今はパソコンもない。あ、もたもたしてると真冬のお母さんが真冬と僕たちをもっと引き離そうとするかもしれないし、そうしたら真冬はもっと苦しむことになる。ついに動き出したんだ。今はスマホで連絡できるし作業もできる。でもこの先どうなるかわからない。だから連絡が取れなくなったらごめん。それあんたが謝ることじゃないでしょ。ごめん。でも万が一そうなっても、その時はいつもみたいにファミレスで会おう。今のうちに曜日と時間決めてさ、それならもし連絡取れなくなっても話せるでしょ。ありがとう。真冬。本当に。それで終わらせていいわけ？エナ、あんたの大事なものを捨てられたんでしょ。それってあんたの思いがあんた自身が捨てられようとしてるのとほとんど同じことでしょ。それはでもお母さんは私のことを、もし百歩譲ってそうだとしたって、もうそんなこと言ってる場合じゃない。あんたが母親に怒らないと。このままじゃあんたが殺されちゃうじゃない。でもそれはできない。でもできない。私にはできない。怖いの。理由はわからないけど、ずっと。真冬。
ごめん。授業があるから、もう、戻らないと。真冬！明日も、待ってるから。ごめん。真冬が傷つくって分かってたのに、あんなこと言っちゃって。ううん。エナが本気で心配してるってこと、真冬もきっと分かってる。怖いか。やっぱり今のままじゃダメだ。さっき瑞希が言ってくれたみたいに、真冬に会う手段はまだあると思う。でももしも連絡を取る手段がなくなったら、真冬のニーゴの活動は難しくなる。それにパソコンもスマホもなくなったら、世界にも。そうなったら真冬は。本当、何なのあの母親。真冬の大事なものを取り上げてどんどん追い詰めて。怖いの。シンセサイザーも捨てられて、パソコンまで取り上げられて、真冬の状態はどんどん悪くなってる。なんとかしたいのに。僕たちに一体何ができるんだ。からみんなで何時間も話し合ったけど、やっぱりいい案は出なかった。どうしよう、時間ばっかり過ぎてく。真冬が今日帰ってすぐにスマホを取り上げられちゃう可能性だってあるのに。うん、今は帰りだよ。へえ、そうなんだ。今はそんなことしてる場合じゃないのに。悪いけど適当に断って。言ってたのは別に悪意があるわけじゃなくて、わからないからなんだろうな。みんなに合わせることが、人によっては自分を殺さなきゃいけないくらい苦しいものだってこと。もしかしたら二人だって
話せば分かってくれるのかもしれないけど。ごめん、今日はちょっとやらなきゃいけないことがあって。うん、ありがとう。それじゃあ、バイバイ。早く帰ろう。家は落ち着くな。一番楽で自然でいられるっていうか。でも真冬はそれもできないんだよね。学校にいても家に帰ってもどこにいてもきっと苦しくて。そう考えると真冬はすごいな。僕は苦しいことにぶつかったら。ごめん、今日はちょっとやらなきゃいけないことがあって。ずっと逃げてきた。考えてみると僕って本当にずっとそうだな。傷つくのが怖くて逃げて、やっとずっと一緒にいたいなって思える人たちができても、向き合えないままだ。そもそも僕にできるのかな、誰かの逃げ場所になるなんて。僕は奏ともエナとも違う。自分の問題にすらちゃんと向き合えてない。そんな奴が誰かの助けになんて。メッセージ。あ、一応デモは明日中にはできると思う。雪が来られそうなら、あさっての昼に世界で聞こう。なんか、ダメだな、今日。悪い方に、悪い方に考えてる。ちょっと、頭、冷やさなくちゃな。ここならもうちょっと落ち着いて考えられると思ったけど、ダメだな。ずっと頭の中がぐるぐるしてる。みずきちゃん。あ、レン。大丈夫？なんだか元気ないみたいだけど。うん、大丈夫。ちょっと考え事してただけだよ。あら、そうなの？ルカ。ただ考え事をしていただけにしては、随分遠い目をしていた気がするけれど。あ。もしかして、二人ともずっと見てたの？だったら声かけてくれてもよかったのに。ごめんね。ルカさんが、ちょっと見てましょうって。あら、レンテが、話しちゃうなんてひどいわ。ごめん。
それで？水木は何をそんなに考えていたのかしら。別に前と変わらないよ。真冬を助けたいのに、その方法が全然思い浮かばなくて。本当にそれだけ？真冬のことだけじゃなくて、水木自身のことも考えていたんじゃない？なんで、そう思ったの？特に理由はないわ。直感よ。まあ、実際そうかもね。僕なんかが真冬を助けられるのかなって考えちゃってたし。どういうこと？僕さ、真冬の問題を全部解決するのは難しくても、せめて逃げ場所になりたいって思ってたんだ。逃げ場所？うん。僕も昔、すっごく辛かった時があったんだけど、いつでも逃げられる、安心できる場所があったおかげで、ちょっとマシになったから。だから真冬にも、同じような場所になれればって。でも、そうやって昔の自分のこととか考えてたら、思っちゃったんだよね。そんなこと、本当に僕にできるのかなって。え？奏は、真冬を救うために曲を作り続けるって、そういう覚悟ができる子でさ。エナは、友達のためならずっと待ち続けるって言えるんだ。なら、水木は？僕は、どっちでもないんだ。僕ってほんと、逃げてばっかりでさ。自分の問題にも向き合えないし、ずっと一緒にいたい人たちにすら、大事なことは話せない。だから。そう。水木はすごく、臆病なのね。ルカさん、そんな風に言わなくても。まあ、そうだよね。本当に、臆病だよね。そうね。でも、そんなあなただからできることがあるんじゃない？え？水木は自分には何もできないって言うけれど、向き合うことから逃げ続けてきた。そんな水木だからこそできることがあると思うわ。そんなこと言われても何も。考え方を変えてみればいいのよ。今、真冬は、望むと望まざるとにかかわらず、自分の問題と向き合うことになっているわ。それが辛く苦しいことだっていうのは、水木、あなたなら知っているはずよ。水木、あなたが壊れそうになったとき、あなたは、どうしたの？どんな想像で、心を守ったの？僕が壊れそうになった時、あの時僕はこのままじゃ僕自身が消えちゃいそうで、すごく苦しかった。学校にいてクラスメイトといたって誰にも理解してもらえなくて、いつも
も一人ぼっちで。だから学校から逃げ出した。でもお姉ちゃんもお母さんもお父さんもすごく心配してくれて、そのおかげで守れた。逃げて逃げて逃げたから、僕は僕の心を守れた。それで出会えたんだ。みんなと一緒に MV を作るうちに、自分の気持ちを自分の感覚を伝えていいんだって感じて、僕は僕のままでいいのかなって思えた。すごく小さいけど光に出会えたんだ。逃げていいんだよって。逃げた先に居場所があることもあるって。ルカ、ありがとう。あら、私はただ考え方を変えてみたらと言っただけよ。この答えが本当に真冬を助けられるかはわからない。でも5時、みんな今頃作業を始めてるのかな。どうせ眠れないならスマホで作詞しよう。あ、そういえば机に置きっぱなしだった。取りに行かないと。暗くてよく見えないな、スマホは。あ、スマホが。この音、もしかしてお母さん。真冬？気のせいだったみたいね。心配してくれてるんだよね、お母さんは。私のために。あんたの大事なものを捨てられたんでしょ。それってあんたの思いが、あんた自身が捨てられようとしてるのとほとんど同じことでしょ。あんたが母親に怒らないと。このままじゃあんたが壊されちゃうじゃない。違う、お母さんは、お母さんは。これはメッセージ。
水木。急にごめん。実は二人で話したいことがあるんだ。近いうちに会えないかな。できれば直接話したいなって。直接。でも、予備校のない日は部活があるし、予備校のある日はなおさら。タイミングはユキの都合のいい時で大丈夫。ただ、もしよかったら、早めに話せるといいな。伝えたいことがあるんだ。ああ、返事、来ないな。もしかして、スマホまで取り上げられたんじゃ。ありがとう、ユキ。じゃあ、駅前で待ってるよ、と。よし。そろそろ時間だけど。時間作ってくれてありがとう。何時くらいまでなら大丈夫かな。予備校が終わる時間までだから9時までなら。予備校が終わるまでってもしかしてサボらせちゃった？大丈夫？お母さんにバレたらまた。平気。休んでも親に連絡は行かないから。ただ どうしたの？そのちょっと前お父さんと偶然会ったことがあって、もしかしたら見つかるかもしれないって少し不安で。そういうことなら場所を変えてから話そうか。ありがとう。僕もちょうど行きたいところがあったからね。というわけで到着。スポジョイパークだよ。ほら、前に奏とエナが遊んだらしいじゃん。だから僕も行ってみたかったんだよね。ってことで真冬、何から行く？何からって、今日は話をするんじゃ。まあまあ、最近勉強も忙しそうだし、たまには息抜きも必要でしょ。奏たちもすっごく楽しめたみたいだし、僕たちもちょっと体動かしてすっきりしてから話そうよ。あ、真冬はローラースケートできる？小さい頃少しやったことはあるけど。十分。それじゃあ一緒にやってみよう。あ、真冬すごい滑れるじゃん。前に進むぐらい誰にでも。奏が聞いたら落ち込みそう。あ、じゃあせっかくだし競争しようよ。先にあそこまで着いた方がジュースおごってもらえるってことで。別にいらないけど。ああ、その言い方。真冬ってばもう勝つ気でいるでしょ。僕だって負けないんだからね。それじゃ、よーい、ドン！
ル当たったじゃん。なんでそんなにうまいわけ？多分この前ソフトボールの授業があったからだと思う。景品のジュースもらえたからあげる。さっきスケートで負けた分。え、いいの？僕ちょっとフライングしちゃったのに悪いな。美味しいって思う人が飲んだ方がいいと思うから。それで話って、ま、もうちょっと息抜きしてからでもいいんじゃない？でも話がしたいから呼んだんじゃ。いいからいいから、もうちょっとだけ付き合ってよ。ってわけで次はショッピングモールにレッツゴー。あー、楽しかった。いいショッピングだったね。一着買うだけで悩みすぎじゃない？そりゃ悩むよ。せっかくバイトで稼いだお金なんだし、最高に可愛い服買いたいじゃん。後になってやっぱあっちの色にしとけばよかったみたいになるのってほんと悔しいっていうか、もう買い物してる時の僕を全力で止めたいくらいだよ。そう、ちょっとは楽になれたかな。え？少し表情が柔らかくなった気がしたからさ。そうかな。でも少しだけすっきりしたかも。よかった。すっごくきつい時ってさ、他のことやってるとちょっと気が紛れるでしょ。僕はしんどい時いつも自分が楽だなって思う方に逃げてたんだ。だから真冬にもそういうのが必要なんじゃないかって思って。あ、もしかしてそれが言いたくて。ごめんね。実際やってみた方が伝わるかなって思って。実はさ、真冬と状況は違うけど、僕にも自分の心を殺さなくちゃやっていけなかった時期があったんだ。中学の頃ちょっといろいろあって、周りから結構変な目で見られたっていうか、笑い物にされててさ、それですごくきつかったんだけど、でもアニメ見たり動画作ったりしてなんとか乗り切ってたんだよね。でもそうしたところで。うん、何かが解決するわけじゃないんだ。僕ものらりくらりやってたけど、学校に行けば行くほどきつくなって、唯一安心して一緒にいられる仲間も卒業でいなくなって、耐えきれなくなった。だから逃げたんだ、学校から。家にいると傷つくことはなくなって、でも自分の問題から逃げちゃってるって分かってるから苦しくて。でもその時間があったから今こうしていられてる。その時間があったから。あのね、真冬、僕思うんだ。生きるためには、立ち向かうためにはエネルギーが必要だって。でも
今の真冬みたいに苦しいことから離れられないままだとエネルギーがなくなって動けなくなっちゃう。ほら、苦しいまんま過ごしてるとさ、疲れて辛くなって最後はもうどうでもいいやってそう思っちゃうでしょ。だからそうならないために、生きるために逃げることが必要な時もあるって僕は思う。もちろん逃げ続けるのはおすすめしないよ。問題そのものが解決するわけじゃないから本当には楽になれないし、でもすごく辛くて壊れそうなほど苦しくてエネルギーがゼロになっちゃいそうな時は逃げるっていう手段もあるんだ。だからもう無理だって思ったら逃げていいって僕は思うんだ。誰でもない、真冬自身のために。今はピンとこないかもしれない。まだその時じゃないかもしれないし、でも覚えててほしいんだ。本当に追い詰められたらそういう選択肢もあるってことを。あ、もうすぐ予備校が終わる時間になっちゃうね。行こう真冬。じゃあここでバイバイかな。気をつけて帰ってね。みずき。ん？何？今日はありがとう。久しぶりに会えてよかった。ねえ。何？今日帰ってからもいろいろ考えちゃうと思うけど、でもいつだって僕たちは真冬の味方だよ。だからいつでもニーゴのみんなで世界で待ってるよ。ごめんね。二人にちゃんと共有しておこうと思ってさ。共有？さっき真冬に逃げてもいいって言ってきたんだ。え？真冬とそんなことを話してたんだ。うん。二人に相談しないまま勝手に動いちゃってごめん。でも言わなくちゃって思ったんだ。真冬の心が壊れちゃう前に。でもその相談しないで勝手に進めちゃったから
ちゃんと報告しておきたくてさ。逃げてもいいか。ありがとう、水木。私も今の真冬は逃げるっていう選択肢を持っておいた方がいいと思う。そうだね。ガツンと言えるなら言った方がいいけど、どうしてもできないんなら他の方法を取った方がいいし。水木、いいこと言うじゃん。あ、もし真冬が逃げるって選択をしたら、私の家に来てもらっても大丈夫だし。うちもさすがにずっとは難しいと思うけど、ちょっとお母さんに聞いてみようかな。二人とも、ありがとう。これから真冬の状況がどうなるのか、僕たちには全然わからないけど、でも頑張りたいなって思う。真冬のために。いい顔ね。覗き見とは、趣味が悪いな。あら、それを言うなら、今ここにいるあなただって、人のことを言えないんじゃないかしら。あの子たちが、気になっていたんでしょ。さあな。だが、逃げるか。あら、お気に召さないかしら。何もしないまま突っ立ってるよりマシだ。それに今のあいつには、取れる選択肢は多い方がいい。ふふ、そうね。あの子たちが出した答えは、マフルをどう変えてくれるのかしら。真冬の状況はどんどん悪くなっていて、もうできることはないんじゃないかって思ってた。でも、ちゃんと伝えられた。逃げてもいいって、伝えることができた。伝えられて、本当によかった。どの道を選ぶかは、真冬次第だ。でも、もし真冬が逃げるって選択をするなら、それは僕の責任だ。正直、ちょっと怖い気持ちはある。でも、僕にできることは全てやりたい。真冬がまた真冬らしく生きられるように。